アンドレア・ボシックは旧ユーゴスラビア、スロベニア出身のイタリアの俳優、映画俳優。アンドレ・ボシックとクレジットされたり、アンドリュー・ボシックの変名を使用することもある。1951年から1985年の間に52本の映画に出演し、主にスパゲッティウェイスタンと呼ばれる映画に出演しました。彼はジョン・フィリップ・ロー、ジュリアーノ・ジェマ、 リーバンクリーフ、イヴァン・ラッシモフなどの俳優と共演した。現在、スロベニアのマリボル郊外にあるゴミルシコで、イグナツヨ、アンドレイ・ボジッチとして生まれた。ユーゴスラビア、サビンジャ地方内のシュタイエルスカ地方のゴミルスコ出身。1950年代に活躍し、顔が似ていることから、イタリアのチャールトン・ヘストンと、ニカイドウ・タクヤが、マカロニアクション大全で描いている。 マカロニウエスタンでは、権力者的な悪役が多く、荒野のブライカンの武器商人、怒りの荒野の主人公をいじめる、酒場の主人役で知られる。ありがとうございます。